はい、こちらはなんかいろいろ物を置いてあるんですけれども、もしかして本を引くと、あ、トイレかい。そしたらみんなトイレ見つけらんねえじゃねえかよ。もう遊びに来た友達とかね、トイレどこっつって、あそこ曲がったらあるよって言って全然見つかんないで終わっちゃうタイプですね。なんか自分だけの部屋が出てくるのかと思いきや、トイレが出てきましたね。めちゃくちゃ意外すぎますよ。これは木のなんかありますね。え、ここにある的な。ああ、自分でもちょっと見つけられなかったでしょ。ちょっと手探りで言ってたよね。あ、ここら辺かなみたいな。これはね、確かに気づかないかもね。寄りかかった時に開いちゃうみたいな漫画の話ですか。隠し扉探してたら寄っかかったら出てきましたみたいな、そういう感じになりますよ。はい、こちらは椅子が、お、椅子が上がってこう下に続く階段みたいなやつが出てくる。バイオハザードかなんかかな。マジでそんな感じじゃん。なんかスイッチ押したら椅子がパカーって開いて、そこに隠し通路出てきましたっていう、そういう感じですよね。すごいよこれ。バイオハザードめちゃくちゃ再現した、そういうやつですね。はい、こちらは部屋の中に隠し扉があるようです。でもここにあるとは思えないよね。もしかしてこれのこと言ってる。ネズミ用かなんかかな。これびっくりしたね。マジでびっくりしたよ。これ隠し扉じゃねえだろって思ったんですけれども、隠してすらいないよねこれね。ここにありますてな感じで出てきちゃってるんですけれども、ネズミ用の扉かなんかなんでしょうかね。はい、こちらは、ここに隠しドアがあるんですね。まあ普通ですけれども、何あの研究室みたいな。ここに入って何をするんでしょうね。なんか機械的なやつが、あ、バイバイ。脱出用のなんかかな。すごいねこれ。なんとここを開けたところ、隠し部屋があるのかと思いきや、隠しエレベーターが出てきましたね。この上どこに繋がってんのかめちゃくちゃ気になるんですけれども、まあ、閉じるとただのおしゃれな壁的なやつかなって思うんですけれども、開けてみるとエレベーターが出てくる、そういうものとなっておりますね。はい、こちらはプールですかね。おしゃれな感じなんですけれども、お、なんと下を潜って家の中に出てくる、そういうやつかな。誰でも入り放題だ。これさすがにね、扉とか多分つけられないよね。こういう部屋の中から入るっていうのめちゃくちゃ好きなんですけれども、これプールに入ったら誰でも入れちゃうよね、家の中ね。なんかロックとかかけるんでしょうかね。この石とかも作り込まれててめちゃくちゃクオリティ高いですね。おい、こちらは本当ボタンを押すと、なんと下からこれ車を入れられる、そういうやつかな。すごいねこれね。地下駐車場みたいな感じですよ。でそのまま下がってってバイバイって行くんですけれども、どこの符号だよ。すごいねこれは。家に地下駐車場作るっていうのはちょっと現実離れしてるんですけれども、夢ではありますよねこういうの。すごいおしゃれですよ。はい、こちらはもう開けると隠し扉が出てきましたよ。でその先に何があるのかというと、はーい、結局何するん。ちょっと分かんなかったね。その先見せてほしいよ。まあ、でもね、パカって開けると扉出てくるのめちゃくちゃロマンありますよね。何があるのか分からないんですけれども、すごい方法ですよ。はい、こちらバンクルーム、おー普通の部屋ですね。ここのどこに隠し扉があるんでしょうか。マジでわかんないね。これは、え、なんとただの通気口じゃねえか。これ隠し扉って言っていいのかわかんないんですけれども、確かにこういうところスライディングしながら抜けていくこともできますよね。隠し扉っていうのかちょっとわからないですけれども、こういうのも好きですよ。はい、こちらはこれ床に作られてんの。もうこれ扉じゃねえんだよな。でね、こういう風に床をくり抜いてそこから脱出できるので、まあ、隠し扉っちゃ隠し扉ですよね。面白いですよ。お、これはテーブル的なやつですね。それを引いて、お、なんかカードをかざすともう一段現れるっていう、あー
まあ、この扉に対してこの深さは怪しいね。こういう系はね、なんか枕元に置いといて緊急事態の時なんか取り出すみたいな、そういうやつなんですけれども、この浅さは怪しいね。あれなんでここないのみたいな、バレそうなんですけれども、まあそういう方法もありますね。はい、こちらは お上から階段が現れる的な、そういうやつかな。そうですね、降りてきたんですけれども、ただ動いただけだった。でもこういう風にね、上から出てくるタイプのやつ、めちゃくちゃおしゃれですよね。これを隠しというのかちょっとわかりませんが、すごいアイデアですよ。はい、こちら、下からなんとワイングラスが出てきてますよ。おお、そしてバイバイって戻っていく。その他にもあるらしいんですね。こうボタンを押すとテーブルが上に上がっていったり、飲みやすいね、下に下がっていったり、そういうことができるテーブルとなっております。隠し要素ここだけ？確かに隠してたよ。もう少しね、なんかあんのかと思いきや、テーブルの紹介でしたね。こちらはなんか物、おお、階段が出てきたんですけれども、めっちゃ整備されてんな。なんか隠し階段感がないね。あたかもみんな使ってます的な、そういうイメージなんですけれども、まあ立派な隠し階段ですよ。普通に毛布とかいろいろあんじゃねえかっていうのは突っ込まないでください。はい、こちらお風呂ですね。お風呂の、あ、ここに隠し扉、おお、あああああ、なるほど。それ隠し扉っていうのかな、ただ単にお風呂を隠しただけにしか見えないんですけれども、そういう隠し方もありますよね。はい、こちらは階段的なものがありますね。部屋なんですけれども、そこを上がっていきますね。そして、この本を倒すなんとパカって現れるっていう、外から見てみるとこの階段不自然かな。確かにね、こういう本を倒すとバカって開くやつ、めちゃくちゃロマンありますよね。しかしこれ外側から見てみると、なんでここに階段あんだろうってなってしまうので、ちょっとバレるかもしれないですね。あれ、なんで引くとパカって開くのかちょっとわかりませんが、めちゃくちゃいいですね。もうこれは鏡をいじってるんですけれども、ここにある、まあ、磁石的なやつをつけると、なんと鏡からいろいろなものが取り出せるっていうね、まあ、ここにね、銃とか泥棒入ってきた時用のいろいろつけとくんですけれども、多分ね、そんな磁石つけてる間に、でもね、これ実際起きたらガラス割って取りますよね。まあね、そんなこと言ったら動画に成り立たないんですけれども、こういう緊急のやつって多分実際に起きたらガラス割って取り出しますよね。でもね、これはこれでいいとしましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you!